ロビン・ミルフォードロビン・ミルフォードは、イギリスの作曲家、オックスフォード出身。1916年から、ラグビー校に入学し、ピアノとフルートと音楽理論に才能を示す。1921年から1926年まで、王立音楽大学で学び、作曲を、グスターブ・ホルストとレイフ・ボーン・ウィリアムズに、大砲を、レジナルド・オーエン・モリスに指示した。 1929年には、ゼラルド・フィンジと出会い、終生の友情を結ぶこととなった。初期の作品は、成功に恵まれた。二重風画は、カーネギー賞を受賞し、ボーン・ウィリアムズの式で、ロンドン公共楽団によって演奏された。1937年には、合奏競争曲が、マルコム・サージェントの式で演奏され、翌年には、バイオリン競争曲が BBC で放送された。 第二次世界大戦が発生すると軍役を志願して入営したが一週間でノイローゼにかかった。彼と家族はガーンジー島に疎開したが1940年の母の死でうつ病は悪化した。作曲と教育のためにイギリスに戻るが5歳の息子が交通事故死したことで自殺を図ったが過労死で一命は取り留めた。回復後。 1946年からバドミントン校での教育活動を再開し、精力的に作曲を行った。1955年のチルトナム音楽祭では、ジョン・バルビローリの式で祝典組曲が演奏された。彼は物心両面でフィンジとボーン・ウィリアムズの支援を受けていたが、1956年のフィンジの死と、 1958年のボーン・ウィリアムズの死に深い衝撃を受け、1959年にアスピリンを過剰摂取して自殺した。作風は、ホルストとボーン・ウィリアムズの影響を大きく受けたものであったが、現代音楽が主流の中では評価されることはなく、録音はごくわずかである。現在、月明かりで釣りなどを聞くことができる。ありがとうございます。